アンジェンテ。今日も明日も君と。今日土曜日なのに仕事？急に撮影入って。夜どうする？そんな遅くならないと思う。じゃあまた連絡して。行ってきます。次そっちのシューズ類よろしく。はい。なあなあ、キリノ、今度合コンやるんだけどさ、メンバー入ってくれん？武藤さん、この前もやってませんでしたっけ？地道に嫁を探してんだよ。本当っすか？常に新しい出会いを求めてんの、俺は。求めすぎでしょ。悪いんすけど、俺は間に合ってるんで。へえ、キリノ君、彼女いるんだ。いやいや、森田さん、むしろいないように見えます？ちょ、言い方ムカつくから。彼女持ちが合コンに来るなんてザラじゃん。今回マジで人数足りなくてさ、飲み会に来る感覚でいいから。そんで俺にいいパス回してくれ、俺がモテるように。ほんでそれじゃん。頼むよ、お願い。じゃあ恋人の OK もらえたら行きますよ。彼女の合コン許可とか真面目だね。俺こう見えて誠実なんで。自分で言うなよ。でもやっぱ拗ねられちゃうだろうな。俺すげえ愛されてっから。かあ、喧嘩しろ。ピッピッ。おい、手もちゃんと動かせよ。はーい、すみません。ねえ、キリノ君の恋人ってどんな人？キリノ君って遊んでそうっていうか、特定の相手を作ってるイメージなかったからさ。いや、さらっと失礼だな。どんな子なのよ。若い子の恋バナ聞きたい。年上で真面目でツンデレ系？なんか意外な感じ。年上っていくつなの？俺が21なんで26っすね。へー、結構上だね。で、キリノ君21だったの？わっか。学校は？俺高校卒業してからすぐここのスタジオ就職したんで。若いのにちゃんと働いてて偉い。見直しちゃった。遊んでそうなのに。そんな感動します？いや、なんかギャップが。ギャップって。それでそれで、どこで知り合ったの？まだ続けるんすか？むしろこれからでしょ。出会ったのは俺が高校の時で、その時勉強とか見てもらったり、いろいろお世話になって。弱み握って無理やり体の関係迫ったとか言えねえよな。まあ俺の方から好きになって、いろいろあって今に至ると言いますか。キリノ君ってばチャラそうに見えて一途だったのね。とうとう。一途とかなんか恥ずかしいんでやめてください。写真とかないの？キリノ君が夢中になってる年上彼女見てみたいな。いや、写真写るの嫌いみたいで撮らせてくれないんすよ。見せられるかっての。まあ俺とは正反対な感じかな。
服とか全然興味ないし、髪も染めないし、メガネだし。なんか文句あるのか。真面目そのものみたいな感じっすよ。へえ、本当に意外な相手ね。まあでも。その人らしいっつうか、俺は悪くないと思うんすけど。ん？なんすか？ベタボレなんだ。べ、はず。どっちかっつうと向こうが俺にベタボレって感じっすけどね。はいはい、照れちゃってもう。どっちにしろ彼女さんもきっと幸せね。いいな。幸せか。おい、次これな。はい。キリノ、もう上がっていいぞ。休みだったのにありがとな。いえ、休日手当ちゃんとしてくれればいい。わかってるよ。じゃ、お先に失礼します。キリノ君って案外ちゃんとしてますよね。仕事もきっちりこなすし。あいつチャラそうなのにモデルの子と仕事しても全然ナンパとか手出したりしないんだよな。誰かと違って行く。嫌だな社長、手を出すなんて。ちょっと連絡先を交換するだけですよ。それを言ってんだよ。女遊びしないのはちゃんと好きな相手がいるからなんですね。よっぽどいい女なんですかね。いいの？料理上手とかおっぱい大きいとか。武藤君最低。うん。ああ、あれでね。悪い、本読んでて夕飯のこと忘れてた。はあ、道理で既読がつかねえはずだわ。いいよ、ピザかなんか取ろうぜ。そんなに面白い本な？読むか？俺に聞く？冗談、言ってみただけ。ピザ来たよ。ビールもらっていい？千尋さんは？飲む。はい、お疲れさん。お、これうまい。たまに食べるとめちゃくちゃうまいよな。幸せね。まあ確かにこうなるまではいろいろあったけど、今は落ち着いてるし。まあいろいろあったよな。脅してセフレになって、千尋さんの元彼を殴って、その後千尋さんに逃げられて、半年探して見つけて押しかけたんだよな。こうしてまとめると結構、まあ若気の至りっつうか。もうあの頃みたいに無茶はしないし、些細な喧嘩はよくするけど、週末にはお互いの家を行き来したりして。はっ、あ、垂れる。あーん、今のちょっとエロかったな。うん、俺は結構幸せだな。千尋さんは？ん？はあ、俺は今何聞こうとした？幸せかって聞けるか、そんなん。急に何言い出してんだっつうの。我ながら決め。なんだよ
いや、そのそうそう、職場の人から合コンって、合コンの許可もらうとか初めてでは？どんな反応するんだろう。パターン1、で、無反応からの静かな怒り。パターン2、はあ？恋人がいるのに行く気なのか？正気か？速攻不機嫌。パターン3、やっぱりなんだかんだ言って女の方がいいんだ。あ、そう、そうだよな、大体お前は。ネチネチ恨み節。正直どれもきついが、やきもち焼かれてんのかと思うとどれも見てみたい気もする。ん？何そわそわしてるんだ。実は職場の人から合コンに誘われて、まあ頭数要員なんだけど人数揃わなくて困ってるみたいでさ。さあどう来る。いいんじゃないか、行ってこいよ。はあ、アキラだってたまには同世代と飲みたいだろ。別にいいよ。いやでも行きたいんじゃないのか。何このパターン。なんだよ、浮気するつもりはないんだろ。ねえよ。だからいいよ。ちょっとくらい嫉妬するとか嫌な顔するとかさ。そんなことを期待する自分が子供っぽいのも分かってるし、信じてくれてるのも嬉しい。けどこの一本取られた感。エッチして、どこでスイッチ入ったんだよ。今日は絶対泣かす。なんだよそれ。合コン行かねえから。え？絶対行かねえから。行ってもいいなんて言うな。わかった。本当は嫌だ。でもそれくらい許せる大人でいたいんだよ。自由でいさせてあげたい。言ってもいいなんて言うな。嬉しいなんてダメな大人だ俺は。今日も明日も君と。カメラのカタログ見てるのか。買うのか。今使ってるカメラ職場で借りてるやつだから、そろそろ自分のを買った方がいいのかなと思ってんだけど、まあ高いんだよね、いいやつはさ。知ってたけど。なんだかんだ言いながら今の仕事ずっと続いてんだよな。残業、休日出勤、現地撮影だと朝早え。高校の時はやりたいこともなさそうだったのに。どうすっかな。まあでも別に急いでねえし。
半分くらい出してやろうか。は？え、何急に。いや、なんか親心的な、保護者のような気持ちに、昔のお前を知る身として。なんだよそれ。真面目にカメラマンしてて偉いなって。なんか恥ずいし、子供扱いかよ。あは。じゃあさカメラ買ったらハメ撮りしていい？バカ。キリさん。やっぱキリさんだ。うわー、久しぶりっすね。樋口ですよ、ちょっと。ああ、そうそう、樋口な、樋口。高校の時はよく遊んだのに、ひどいな。俺、バイト帰りなんすけど、キリさんも？俺は仕事帰り。もう働いてんですか？高校卒業してすぐ就職したからな。なんかかっこいい。あ、今度飯行きません？時間あるときに。ワニベ覚えてます？ああ、いたな。なんかのそっとしたやつ。どうも。久々に3人で集まりましょうよ。お前ノリ変わんねえな。だって懐かしくて、あの頃に戻るっていうか。じゃ、予定立てますね。また連絡します。そして後日。集合。おーい。ああ、久しぶりっす。説明しよう。ここにいる3人は高校時代共に寮で過ごし、合コンなどに行っていた遊び仲間である。そしてなんと全員恋人が男である。ただしキリノが男性と付き合っていることを他の2人は知らず、逆にキリノは2人が男性と付き合っていることを知らない。ワニベと樋口はお互いの恋愛事情を把握している。んじゃ、再会を祝して。乾杯。調理師免許。実家が洋食屋なんで、なんとなくその流れというか、専門行きつつレストランでバイトっすね。髪すっきりしたな。その辺厳しくてね。ヒゲも NG だわよ。そういや、佐山とはどうなん？佐山って誰？ああ、彼女。そうだ、キリさんは知らねえんだった。向こうは大学の経済学部に行ってて、まあ勉強頑張ってるよ。あと身長ちょっとだけ伸びた。お互い結構忙しいから月にくらいしか会えてねえけど。そうじゃなくてさ、ちゃんとエッチできたん？うお、きったね。樋口てめえ。ごめんごめん。いや、だって前にさ、エッチは高校卒業してからっつって断られたって言ってたじゃん。だからどうなったのかなって。マジ？そのだいぶ箱入りの子で。我慢したのか、偉いな。いや、正直マジで眠れない夜もありました。同室だったのって。でもあの顔で怯えられたら、両親がいたんで。優しい。偉い。ま、卒業してからちゃんとしましたけどね。よ、おめでとう。やったね。そういうお前はどうなんだよ、ひだ。彼女とうまくいってんの？あ、こいつも高校の時から付き合ってるやついるんすよ。実は俺、なんと同棲しております。どうやるな、うっつ。同棲か。やりたい放題ってやつ？いや、別にそういうわけじゃ。大
学やバイトで忙しいし、大学別々のとこだし、朝もバラバラだからまともに顔合わすの夜くらいだけど、一日一回は顔が見れるってのは安心するかな。向こうは大学に入ってからモテてるっぽくて結構不安になるので。ああ、モテるのわかるわ。そうなんだよ、俺の恋人モテるんだよ。嬉しい、でも怖い。そんな可愛い子なんかよ。まあでも浮気は絶対ないって信じてるからいいんだけど。ちょいちょいのろけてくるなお前。無自覚っぽいのがきつい。いいじゃん。実際のところ同棲ってどうなん？距離感とか喧嘩とかしねえの？喧嘩はそんなしないかな。なんかあっても向こうがすぐ謝ってくれるというか。何かあるなら言ってほしい。俺察し悪くてごめん。いや、俺もごめん。またのろけた。あと寮生活経験してっから他人と一緒にいても別に平気っつうか。あー確かに、俺一人暮らし始めた時逆にちょい寂しかったもんな。なるほどな。ギリさんは今どうなんすか？彼女とか。まあいるけど。いるんだ。どんな人っすか？ワクワク。お前らも知ってる人とは言えんしな。寮の監督生でした。普通だよ、年上の人。年上？意外。職場で出会ったとかすか？ああ、まあそんな感じ。そういや、仕事って何してんですか？カメラマン。え、かっけー。すげー。そうでもねえよ、地味だし体力仕事だし、華々しいイメージのカメラマンなんてごく一部だぞ。そうなんだ。いや、でもカメラマンって彼女のエロい写真とか撮ったりしないですか？ワクワク。ああ、これがルイトモってやつか。じゃあまた飲みましょうね。ああ、またな。もうこんな時間か。友達と飲みに行ってたんじゃなかったのか？近くだったからさ、今日泊まってっていい？いいけど。で、うわ、焼肉臭。そんなに？でもいいな、肉。今度行こうぜ。寮のさ、俺の一個下の樋口とワニベって覚えてる？ああ、結構手がかかったから覚えてるよ。今日そいつらと一緒でさ、二人とも元気だったよ。へえ、懐かしいな。樋口がさ、高校の時からの恋人と今は同棲してんだって。へえ、あれ、樋口って確か同室のやつと付き合ってたよな、高校の時からって。卒業してからも続いてたのか。あの頃は、あの寮から出たらそういった関係はリセットされるものだと思っていた。悲しいけれど、離れて開けた社会に溶け込めば忘れていくものだと。ちゃんと続いているのか？まだ匂いするか？思えば一度は離れたけど。お茶もらっていい？紅茶かほうじ茶か。ああ、ほうじ茶で。今はこうして一緒にいる。
なんか意外だな。まあ樋口って結構チャラそうなのに。お前が言うなよ。あのさ、今すぐじゃなくていいんだけど、一緒に暮らさね。影響されすぎじゃないか。いや確かにそうなんだけど、俺も前からちょっと考えてたっつうか、週末通うならいっそのことって何笑ってんだよ。いやなんか必死だなと思って。だよ本気で言ってんのに。悪かったよ。ずっと一緒なんて、そんな夢物語みたいなこと。わかった。考えとく。お。よろしく。今日も明日も君と。次の指はお願いします。はい。桐野くんはさ、彼女に指輪とかプレゼントしたりするの？いや、あんまアクセとかつけるタイプじゃないんで、シンプルが好きというか、アクセサリーに興味がないんだよな。そうなんだ。でもさ、彼女26歳だっけ？そろそろ意識しちゃう年齢だよね。あ？結婚よ結婚。そりゃあ桐野くんはまだ若いから意識したことなんてないだろうけど、向こうは絶対考えてるって。はあ、そうっすかね。こういうの年上からは言い出しづらいから、思ってても言わないだけよ。そういうもんすか。そういうもんよ。若い子に重いって思われたくないし、さすがに21歳の子に結婚は迫りづらいしね。できるもんなら俺は別にしてもいいんすけどね。くん、それ彼女に言ってあげて。絶対喜ぶよ。指輪か。こんにちは。あかりちゃん。何何、今日どうしたの？別スタジオで撮影入ってるんです。ああ、俺もそっち行きたかった。武藤さんってば。今日は皆さんにお誘いがあって、今度事務所のモデル仲間とハロウィンパーティーするんですけど、よかったら来ませんか？仮装必須です。え、いいの？行く行く。他にもいつもお世話になってるメイクさんとかスタイリストさんとかも呼んでるんです。だからぜひ皆さんも。いつやるんですか？ちょうどハロウィン当日が週末なので、そこでやろうかと。おお、桐野さんはどうですか？ああ、俺は。何？また彼女がダメだって？こういうのは仕事のコネ作りでもあるんだから、顔くらい出しといた方がいいぞ。はあ。桐野さん彼女いるんですね。あ、よかったら彼女さんと一緒に来てください。奥さんやご家族を連れてくる方もいるので。あ、聞いてみます。
つうわけで、一応聞くけど、千尋さん行く？行くわけないだろ。ですよね。俺は行かないけど、アキラは行ってこいよ。仮装したら写真送ってくれ。普通に見たい。面白がってるな。別に俺も行きたいわけじゃないんだけど、めんどくせえし。でも武藤さんって人が言うように、コネ作りになるならいいんじゃないか？そういう職種ってやっぱり人脈が大事だろ。まあそうだけど、別に俺めちゃめちゃ仕事頑張りたいわけじゃないし、職場の人とも必要以上に仲良くなる気ないっつうか。いろんな人と知り合うのはいいことだと思うぞ。見識も広がるだろ。なんかすげえ先生っぽい。まあアキラよりは大人ですし。子供扱いすんなよ。もう成人男性なんですけど。やめろって。楽しんでこいよ。キリノ、狼男、森田、魔女、社長、吸血鬼、武藤、フランケン。キリノくん、こっちこっち。あ、やっと来た。武藤さん、特殊メイクすげえ。お前気合足んねえよ。耳つけただけじゃん。社長、どうもこんばんは。ああ、どうも、お坂部さん。うちのスタッフだよ。スタイリストのお坂部です。家内です。お世話になってます。向こうに子供たちもいるんです。ミツバチコスプレして。千尋さん、この雰囲気やっぱ苦手だろうな。来なくて正解だな。知ってる。なんだろう、羨ましいのかな。自分の恋人や家族を堂々と紹介できるのが。たとえここに千尋さんを連れてきても恋人だとは紹介できない。友人とか適当にごまかして。こういうとこに来ると俺たちってやっぱ。キリノさん。来てくれてありがとうございます。狼男かわいい。彼女さんも連れてくればよかったのに。いや、賑やかなの苦手な人なんで。そうなんですか。私なら一緒にいたくてどこでもついていっちゃうけど。お。キリノさんのこと仕事で一緒になるたびにいいなって思ってたんです。だから今日来てくれて嬉しいです。おーい、みんなで写真撮ろうぜ。行きましょう。はーい、撮ります。アキラから写真。狼男？かわいい。アキラの隣に写ってるの、かわいい子だな。モデルの子たちのパーティーだって言ってたもんな。さすが。若くて可愛くて、アキラと同い年くらいだろうか。お似合いだな。本当は
こういう子と一緒なのが普通で正しい姿なんだろうな。この指輪、これこの前撮影したやつだ。え？ああ、千尋さんは指輪とか欲しい？いや、別に。ペアリングとかさ、恋人っぽいじゃん。こうして並んでいても、俺たちが恋人同士なんて誰も思わないんだろうな。男と女ならそう見えるのに。指輪なんて普段つけづらいし、別にいいよ。まあそう言うと思ったけど。で、そのガチフランケンが武藤さん。おお、気合入ってるな。恋人とか奥さん連れてくる人も結構いてさ。へえ。千尋さんも一緒だったらよかったのにな。男と女なら恋人だと堂々と言えるのに。結婚や夫婦や家族とか、男と女なら世間に堂々と認められる関係があるのに。千尋さんが女だったら。違う、女がいいとかそういうことじゃなくて。ん？何焦ってんだよ。いや、だって。分かってるよ。ごめん、怒った？怒ってないよ。あのそういえば仕事を持ち帰ってたんだよな。月曜までに終わらせて持っていかなきゃいけないから、今日は帰るよ。悪いな。あ、ちょっと待って。大丈夫だよ、本当に怒ってないから。じゃあな。怒ってるわけじゃない。アキラが俺のことをちゃんと好いてくれてることは分かってる。千尋さんが女だったら、あの言葉の意味を勘違いすることはない。でもだからこそ、アキラが俺を大事に思ってくれているからこそ、女だったらできるであろうそれらのことが俺にはできない。それが悲しい。今日も明日も君と。あれからなんとなく気まずい。もう一度謝ってみたものの、ごめん。気にしてないよ。これ以上言うのもやぶへびっぽいし、なんかしねえと、やっぱ会うのが一番だよな。そういう時に限って。キリノ、今週土日出られるか？繁忙期。大丈夫です。悪いな、代休取っていいから。
落ち着いてからだけど。来週は武藤、頼むな。へーい。今週の土日、仕事になった。来週は焼肉行こう、ぜっと。ちょっと開くけど、来週末には会うぞ。翌週。すまん、キリノ。飛び込みの案件が入ってな。今週の土日も頼む。はい。焼肉行こうぜ。いいよ。焼肉。連絡しづれ。ごめん、今週末も仕事入った。焼肉はまた今度に。わかった。反応うっす。いや、だいたいいつもこんなもんだけど、この人でもなんか今の状況でこの反応されるのつらっ。はあ、なんかこの流れやばくないか。久々に飲もうって誘ってきたと思ったら暗い顔して。年下の恋人とうまくいってないの？なんというか、見て見ぬふりをしていたことがついに来たっていうか。ん？向こうはまだ21歳で、これからどんどん社会とつながっていろんな人と出会っていくわけで、俺邪魔なんじゃないのかなって。うーわ、相変わらずネガティブ。しょうがないだろ。俺と付き合ってなきゃ、彼女作って結婚して子供もできたりして、そういう普通の幸せみたいな人生もあるのにって考えちゃうよ。多分あいつはそういうのに憧れてるから、俺じゃ与えてやれない。でも千尋は彼のこと好きなんだろ？だから悩んでる。なら話し合えよ。一人で考えてもしょうがないだろ。こんなめめしいこと言えないよ。俺は5つも年上なんだし。なんだよその意地。それに今アキラは忙しくてなかなか話をするタイミングがないから。仕事終わるのも日付変わるくらいだし、最近は土日も出てるし。それは大変だな。今日だって仕事、代休はあるみたいだけど。そんな時にこんな話されたくないだろ。そりゃあまあ。つうか仕事で忙しいとか言いながら女の子と会ってたりして、なんて。それはないよ。そこと？と思う。多分。ああ悪い、意地悪いった。大丈夫だって。ちゃんと信じてるんだな、その子のこと。そんなに好きなら諦めるようなこと考えるなよ。それじゃ向こうもかわいそうだろう。え？ちょっとトイレ行ってくる。ああ。不器用なやつ。千尋の彼氏かな。もしもし千尋さん、今日仕事早めに上がったからさ、今から行っていい？ああ千
千尋のやつ酔いつぶれちゃってさ。悪いんだけど迎えに来てくれるかな。え、あんた誰？お店の住所送っとくからよろしく。誰だよ。ただいま。おかえり。はあ、なんで俺女じゃないんだろう。女になりたいわけ？そうじゃないけど、俺が女だったら今の悩み全部解決すんのかなって。男と女だって悩みはあるだろう。な、単純じゃねえだろうよ。うん、そうだよな。直樹んとこはうまくいってる？まあ一応ね。なんでここに？俺が呼んだ。はあ？どうやって？お前仕事は？早く終わったからあんたに会おうと思って。つうかこの人誰？別に疑ってるわけじゃねえけど、俺と会えない間に男と二人で飲むなんて。俺のいとこ。ああ、いとこ。島直樹です。千尋がお世話になってます。あと既婚者です。俺がゲイだって唯一知ってる身内だよ。へえ。たまに飲みながら相談されたりするんだよね。相談？俺には何も言わねえくせに。お前に言うほどのことじゃない話だよ。なんだよそれ、勝手に決めんなよ。大したことじゃないって言ってんの。大したことねえのにわざわざ会って相談すんのかよ。酒飲みながら愚痴ってるだけだろ。何突っかかってるんだよ。愚痴っつったな。言いたいことあんならいやいいじゃん。こんなとこでコソコソしてないで。コソコソ？別にやましいことなんてしてないだろ。何をそんなに。あー、はいはい、お店で騒ぐのはやめようね。タクシー読んどいたから。部屋汚な。最近忙しかったから。俺はさ、アキラが別れたいならいつでも別れるから。はあ？はあ？何？何言ってんの？お前のこと縛りたくない。急に何変なこと。さっきの人とそんな話してたのかよ。急じゃない。ずっと考えてた。俺はお前に何も与えてやれないだろ。女じゃないから結婚もできないし子供も作れない。周りにだって堂々と言えない。いつか絶対お前の邪魔になる。女がいいなんて思ってねえって。つうかやっぱ気にしてんじゃん。気にするよ。これから先何度だって周りと違うって気づかされる。俺のせいでそう思うんだ。千尋さんのせいだなんて思わないよ。お前にはちゃんと幸せになってほしいんだよ。なんだよそれ。俺の幸せが何か知ってんのかよ。結婚とか子供とかそんなのなくても俺は不幸なんかじゃねえよ。あんたがいてくれれば。
一度も邪魔だなんて思ったことねえよ。あんたとだから一緒にいたいのに。なんてわかんねえんだよ。俺の幸せのためとか言って本当は別れたいだけなんじゃねえの。俺のことが嫌になったんならはっきりそう言えよ。その方がよっぽど。違う、そうじゃない。俺だってお前といたいよ。じゃあ別れない。俺のこと好きならあんなわけわからん理由じゃ別れない。人の悩みをわけわからんって言うな。俺さ、もう21なんだよ。働いて一人暮らしして自立してるつもりだよ。自分で決めてあんたといるんだ。年の差は埋まらないけど、もう子供じゃねえよ。だからもっと俺のことも頼ってよ。黙って抱えないで言いたいことを言ってくれよ。不満があるなら愚痴っていいし、もっとわがまま言ったり甘えたりしてよ。じゃあ、うん、抱きしめて。甘え、これが甘えなのか。顔はキスも。あと、合コンには行くな。え？今度誘われても行くなよ。いや、行かんけど。なんだよ、気にしてたんじゃん。笑うな、本気だからな。わかった。絶対行かない。頭のどこかでいつか手放す時が来るんだろうと思っていた。理由をつけてへりくつをこねて、その時が来ても平気でいられるように。俺はまた逃げてたんだ。なんか今日やたらキスしたがるね。いいけど、本当はいつもしたかったよ。言ってよ。今言っただろ。うん、そういうのもっと聞かせて。ん？何？おはよう。カメラ買ったのか。うん、最近見せる暇なかったから初お披露目。奮発した。へえ。勝手に撮るなよ。ハメ撮りじゃないんだし、いいじゃん。ハメ？それとも撮らせてくれる？ハメ撮りなんて。お前も撮らせてくれるならいいよ。マジ？
冗談に決まってるだろ。おい、一瞬期待したじゃん。なんだよもう。するなよ。行って、ブーブー。もう逃げない。そういえばお前、仕事は？日曜だけど。の、ああ、半休もらったから午後出。ああ、やっべ。今日も明日も君と。え、シマさん？監督生辞めちゃったけど。あの時も。出ろよ。ずっと追いかけてばっか。また俺の前からいなくなるのか。千尋さん！はい？え、俺寝てた。うん、でっかい寝言だったな。どんくらい寝てた？悪い。2時間くらいか。いや、起こしてよ。よく寝てたし、最近仕事忙しいんだろ。俺も読みたい本があったし、ちょうどいいかなって。本に負けた気がする。この撮影商品の山、今日2人でこなすんすか？社長と武藤くん別のスタジオだからね。よし、サクサク終わらせよう。そんでもって早く帰ろう。いいっす。ああ、中腰つれー。森田さん、ちょっと休憩しません？コンビニ行きますけど、なんか欲しいもんあります？ありがとう。じゃあアイスティーで。へい。あ、さっき撮影した商品確認したいことがあるんだけど、撮影データ見れる？パソコンと同期したんで見れますよ。今日の日付のファイルに入ってます。了解。違うファイル開けちゃった、ごめん。あ、男の人の写真？これ桐野くんが撮ったのかな。桐野くん、人物撮るのもうまいんじゃない？同じ人ばっか。友達かな。でも、友達にしてはなんか。
その人、恋人なんです。え？今まで黙ってたんすけど、なんかもう隠すのも面倒になってきたっていうか。え、あの急にこんなカミングアウトされても困りますよね。でも千尋さんの写真を前に、ただの友達なんて、そんな嘘つきたくない。まあこれで気まずくなるようなら転職でもすりゃいいし、別にもういいよな。冗談じゃないんだ。はい。私今まで女性だと思って見当違いな話ばっかしてたよね。根気だとか無神経に嫌な思いさせてたかも。ごめん。いや、それは俺が隠してたことなんで、謝られることなんて別に。でも好きな人のことを隠したり正直に言えないなんて辛いでしょ。お、そうさせてたのは私だよ。だからごめんね。誰にも言わないし、桐野くんの恋人が男だろうが女だろうが今までと全然変わらないから。はい、ありがとうございます。あのでもね、私やっぱり若い子の恋バナが好きで、桐野くんさえ良ければ今まで通り普通に話してほしいな。俺も隠さず話せる相手って今までいなかったから、相談とかするかも。おばちゃんでよければ聞くよ。してして。仕事再開。森田さんって結婚してますよね。うん、3年前にね。やっぱ結婚っていいもんすか。まあしてよかったとは思ってるけど、喧嘩もよくするよ。うん、俺今まで結婚とかあんま考えたことなくて。若いしね。なんつうか、ああいうのって法律上の約束ってだけで大して意味があるとは思ってなくて。一緒にいたければいればいいし、結婚なんて言葉に縛られる必要はないよなって。法律的に結婚できなくても特に何も思ってなかったんすけど。でも最近なんとなく目に見える約束っていうか、結婚とか指輪とか、そういう証みたいなのもあるといいのかなって。あの夢もそういう不安の表れなのかなんて。一緒に生きる証のようなものがあれば少しは安心なのかな。俺も千尋さんも。まあ気休めなんですけど。うん、気休め大事よ。バカにならないんだから。それなら指輪はありなんじゃない？ペアリングとか。前にさりげなく聞いてみたんすけど、いらないって言われました。でももらって嬉しくないってことはないと思うんだよね。じゃあ考えてみようかな。頑張れ。でもカメラ買ったばっかで金がな。貯めるか。
12月29日仕事納め。お疲れ様でした。解放された社畜。12月30日お疲れさん。わーい。そして大晦日。あとはそばとエビ天だな。エビ何本買う？ああ、食った食った。みかんもあるぞ。お、サンキュー。ぐでーのんびり最高。明けましておめでとうございます。あ、年明けた。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしく。はあ、いろいろあったけど無事に年越せたな。初詣どうする？三が日の方が人少なくていいかな。千尋さん。悪い。実は話したいことがあって。え、何？まさか別れ話か？なんか改めて言うと言いにくいというか。この前ちょっとゴタゴタしたし、アキラにも心配かけたから、なんていうか俺なりの意思表示というか。これ受け取ってくれる？ペアリング。前にいらないって言ったけど、形だけでもこういうのがあるのっていいのかなって思って、その多分この先も喧嘩したり不安になったり傷つけ合ったりすることもあると思うけど、それでもアキラと一緒にいたい。いてください。それ俺がやりたかったやつ。早い者勝ちだろ。もう合図ぴったりじゃん。よくわかったね。寝てる間に測ったからな。そういやこういうのってなんで左手の薬指なんだろう。ベナーアモリス。なんて？愛の血管って言って、昔古代ローマでは左の薬指から心臓に直接つながる血管があるって信じられてて、心臓は感情の根源だとされてたから愛を誓う象徴になったって何かで読んだな。さすがインテリ。へえ、愛の血管か。うん。なんか地味に感動する。うん、買ってよかった。じゃあ姫はじめでもしますか。正確に言うと姫はじめは1月2日でのことを指すから姫はじめにはならないぞ。細かいことはいいの。指輪したまま。
そのままでもいいじゃん。その方がなんか燃える。なんだよそれ。千尋さん、好き。すげえ好き。俺も。やめる時も健やかなる時もなんつって止める時も貧しき時も今日も明日もこの先もずっと共にあることを。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。今日も明日も君とは全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。